近くの距離は、限りないゼロは、三崎詐欺の宮による日本のライトノベル。イラストは配点レーベルは、電撃文庫。2021年8月時点で、シリーズ累計発行部数は35万部を突破している。宮前高校2年4組の矢野敷は1学期最初の、日である4月9日、転入してきた、水瀬明葉に、元の自分を見られたことをきっかけに、 彼女に恋に落ちた。始業式の放課後、教室に戻った矢野が見たものは、水瀬春香という、もう一人の人格と入れ替わった、水瀬秋葉の姿だった。秋葉と春香が二重人格であるという、二人の秘密を知った、矢野は、秋葉に近づきたいというした心と、秋葉を演じる春香の危うさから、彼女たちが二重人格であることが、周囲にばれないよう協力することを申し出る。 本作は東京都杉並区西尾木久保を舞台としており、作者の過去作である失恋探偵も申せ、及び読者と主人公と二人のこれから放送中です。西尾木町カドラージオなどと世界観を共通しているが、本作から入っても理解できるよう配慮がなされている。担当声優はボイスドラマ版の声優を示す。伊藤美久のナレーションによる テレビ CM が2019年11月1日より YouTube の電撃文庫チャンネルにて公開され11月2日より放送された YouTube の電撃文庫チャンネルにおいて電撃文庫の新作及び人気シリーズの冒頭部分を声優が朗読する企画電撃文庫朗読してみたの一つとして2021年3月12日に 楠木と森による約8分の朗読が配信された。同じく YouTube の電撃文庫チャンネルにおいて、本作のボイスドラマが2021年8月27日より公開されている。ありがとうございます。